はい、真矢先生、というわけでここからは、はい、僕の妻ですね、はい、スミと申します。よろしくお願いします。美ボディ編ということで、はいはい、どんなエクササイズを用意していただいているのかご紹介ください、はい。まずは1本目はですね、今日はヒップアップ、はい、女性あの皆さん気になっているところだと思いますの で、うんうんうん、でヒップアップをしながら、はい、あの股関節の運動もやっていけるような形でやっていきたいと思います、はい。お尻が上がるんですね。お尻が上がっちゃってティーバッグ履きたくなっちゃいます。おお、大丈夫かな。頑張ろう。バッチリ教えてもらってくれよ。頑張ります。花粉がお尻をちょっと上げるために余計なこと。はい、では早速お願いしたいと思います、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあですね、ブルガリアンスクワットって聞いたことありますか？ないです。ないですか？ブラジリアンワックスしてますちょっとほっときましょうこんな感じで、足を片方かけた状態で前に行っていただきます、はい、でこの状態で少し下げていくんですけれども、こうなると体が前に下がりがち、はい、これを体をまっすぐにしていただきながら、きつければこの前に手を添えていただいて、はい、こう、はい、大丈夫ですね。このままキープでお尻支えてる感を出してください。お尻支えてる感、はいはい、この状態でちょっとキープしながらやっていきたいと思います、はい、両足ありますので、片方終わったらこっちの足に変えていただいて、またやっていく感じになります。はい、わかりました、はい、これはキープをまずは20秒ぐらいでちょっとやってみたいと思います、はいはい、さあちょっとやっていきましょう。はい、妻全集中血。え、血？呼吸じゃないの？じゃあですね、足はこの辺りまで私の手を持ってながら、はい、結構広げるんだ。結構ですよね。で、はい、ここで大事なことが、ここの背筋を伸ばす、はい、はい、いいと思います。今この状態でここ持っていただいていいので、お尻に今効いてますか？効いてます。効いてますか？ OK、はい、ですが、ここから30秒20秒から30秒ちょっと様子見ていきたいと思います。はい、これまで呼吸を忘れないようにしっかりと呼吸を止めないで、はい、胸を張っていきます。はい、どんどん前に倒れていきそうになりますよね。なります。ポイントとしては、つま先から膝が出ないように、はいはい、なのでここ以上前に行かないようにやっていきたいと思うので、目線は、ね、前を、はい、一点どうか集中していただくと集中力高まるかなと思います、はい、お尻効いてますか？効、はい、いてます。こっちのね、足がすごい左のお尻ですね、はい、ケツに集中ケツに集中。はい、 OK でした。はい、反対側行きたいと思います。やばい、これもうもう30秒ぴったりです、はい、1本目のエクササイズでいやいやいや、でも20秒じゃなくて30秒いけましたから、素晴らしい、ね、私の手は2、はい、はい、もう少し足を前に出して、そこで大丈夫だと思います、はい、で背筋を伸ばして、はい、でここでしっかり押さえていただいて、はい、はい、いきます。30秒呼吸をしながら、呼吸をしながら、もう少しこんな感じで後ろにちょっと下がりましょう。膝が前に出てきます。どっか一点集中していただいて、ちょっとこっちの方が辛そうですね、うん、もう気持ち下に下げていきましょう。はい、そう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 、今半分来てます。はい、まあ、あと10秒ほどですか。妻の尻が9あの時を取り戻せるなら7あの時っていつだよ。4 3 2 1、はい、 OK です。先生、なんか無駄に伸ばしたりとかしないんですね僕の時みたいに。そんなこときましたっけ？そんなことしないですよね。テストです。レストです。あ、レストです。レストです。いや、レストが楽な意味が分かった。なんかこう、憩いの時間みたいな。で、今こう血行を良くして、はい、ちょっと汗をかく感じになってきます。ああ、インターバル。で、次なんですけれども、はい、今のにちょっと上下運動をつけていきたいと思います。はい、今はキープ。はい。ので、上下運動というと、今のこの上げた状態の状態ですね。1、2、1。はい。片方5回ずつ。わかりました。じゃあ、行ってみましょう。はい、じゃあ私の手を切ってください。あ、俺の時は手握ってやってくれなかったボディタッチなしだからはい、じゃあ姿勢を伸ばしていただいて、はい、もう気持ち前に足を出しましょうか。 OK です。じゃあ前を見て、はい、姿勢をしっくり、はい、じゃあここに手を置いていただいて、はい、上限部、はい、1、それぐらいで十分です。はい、2、お尻を狙って、そう、はい、呼吸を吐きながら3、そう、はい、4、上げる時に吐いて、ラスト、押して、はい、吐いて、はい、OK です。短くないですか、先生妻の、妻の。でもね、十分ね、結構効いてきますよね、よお尻に。くるくる。じゃあ、反対の足をやっていきたいと思います。もうレストしようとしちゃった。はい、反対の足いきますね。はい、私の手を振っていただいて、もう少し足を前にします。OK です。はい、ここで支えていただいて、膝がね、こっち前に出がちなので、これ以上出さないように下に下げていきますよ。はい、以上、いきたいと思います。
ます。呼吸しっかり、はい、はい、上げて、ふー、はい、下げて、はい、しっかり上げていきましょう。はい、はい、3、あと2回頑張って、はい、4、ラスト大丈夫ですか。はい、はい、あと3回、はい、OK です。あれ、おかしい。はい、OK です。5回しっかりできました。レストレスト、レストレスト、違うぞ、扱いは。いやー、これきつい、はい。次なんですけれども、はい、さっきと同じようなポーズを取っていただきまして、次は下げていくときにリズムをつけたやつです。1,2,3,4,2,2,3,4、 下ろすときにたくさん時間を使うような感じで取っていきたいと思います。わ、はい、かりました、はい、じゃちょっと行ってみましょう。これも5回5回で行ってみたいと思います。はい、はい、じゃあ行きたいと思います、はい、これ私の手握ったまま行きましょう。あ、ごめんなさい、転倒したりすると危ないです。何かね、皆様やっていただくと、ここに椅子とかを持って、はい、やっていただけるといいかなと思います。胸を張っていただきます、はい、前を見て、じゃあいきます、せーの、はい、1,2,3 アップ、2,2,3 呼吸、はい、3,2,3 アップ、4,2,3 ラスト、はい、5,2,3、はい、OK です。今はい、どうなの。結構きついです。はい、逆の足の腕いってみたいと思います。はい、どうぞ、せーの、はい、1,2,3 アップ、はい、2,2,3 アップ、はい、3,2 お尻効いてますね、はい、4,2,3 ラスト、はい、5,2,3 あと3回、OK です。あと3回、すごい上手でした。やらないんかい。レストレストレスト、気持ちよくなる。レストレスト、よいしょ。休憩も長めの気がするんだよな。今日のヒップの運動はこれで終了なんですけれども、はい、いかがでしたでしょうか。やっぱりここに乗ってることによってすごい不安定になるから、うん、すっごい難しいです、あのバランスを取るのが。一番初めのキープのところからもやっぱりお腹とお尻に効いてる感があったじゃないですか。バッチリです。はい、おい妻、はい、どうだった今のエクササイズ。今ね、結構きつかった。結構きつかった。うん、やばいね、運動不足ぶりが。そうだね、うん、どうなの、ケツは少しでも引き締まった感じすんの。なんかブルブル回で変わるかい。先生、今のはいかがでしたか、はい、妻の、はい、頑張りっぷりは。そうですね、しっかりとあの姿勢も綺麗にあのできていたと思います、はい、注意点もしっかり守っていただけて、やっぱ姿勢だったり目線だったり呼吸だったり、うん、あとはどこに効いているのかをあの感じながらやっていただけたかなと思います。はい、1回で変わるんですよ。変わる、もう1回見てみようかな。どう、そんなに変わった気がしないな。まあ、ただ続けていくことで、はい、かなり大きな変化を期待できるんじゃないかと思います。はい、はい、ドクターエアの EC ショップボディープラスでは現在お得なキャンペーンを実施中です。ぜひご覧ください。